今日ここにアイドルマスター U149 を愛する大勢の皆様がお集まりいただいたことを感謝いたします。アイドルマスター U149 は総集編を挟みまして全13話の放送が終わりました。心にぽっかりと穴が開いてしまった人、いや明らかに続編があるような終わり方じゃないかと期待を持たれている方、人それぞれだと思います。1話最高でしたね。まるで劇場アニメのような音響、作画、夏の強い日光下の空気感を演出する撮影、照り返しを意識してか緑色の不思議な影、影の縁の色彩設計、そして自分は死んで天国に行ってしまったのかと思うような寄り道リトルスターの MV、 テレビアニメでこれだけのものが見られるのか非常に驚愕いたしました。アリスがメインヒロインなのも良かったですね。11話、アリスの精神世界素晴らしかったです。吹きの葉をアリス視点で描いた背景作画、その先にある鏡、鏡から伸びた白い布は何を意味しているのでしょうか。皆様さまざまな見方があるとは存じますが、私は正直よくわからないという感想でございます。その後のグレン・キーンのデュエットを思わせるような作家性の高いアニメーションもテレビアニメではまず見ることはないレベルのものであったと思われます。繰り返します、本当にこのレベルのものがテレビアニメでいいのでしょうか。テレビで見られていいものなのかと自問自答を繰り返す日々でございました。アイドルマスターというコンテンツは非常に長い歴史を持つものでございます。私とアイドルマスターとの出会いは箱からでございます。動画サイトがニコニコ動画か YouTube の二択だった時代、ニコニコ動画にはたくさんのアイドルマスター関連動画が存在していました。当時ニコチューであった私はその関連動画で使用されている音楽に興味を持ち、 DJ Max をはじめとするさまざまな種類の音楽との出会いがございました。主人公格でありながら比較的味付けの弱いハルカは、褒めハルカやハルカッカなどファンによる独自のキャラクターの世界観の展開など限られた状況であるからこそ、おのおのが主に二次創作で楽しんでいた時期であったように思われます。2010年9月18日土曜日、東京ゲームショウ2010にてアイドルマスター界隈でいう通称 9.18 事件が発生します。コミュニティはあれにあれ、嘆願書を提出するものの多くのファンが心を痛められたものであったとお悔やみ申し上げます。しかし私としてはアイドルマスターには今では決して珍しいものではございませんが、 CG のキャラクターが踊るという部分に関心がございました。女性のキャラクターではアイドルとしての設定であるならば、どうしても可愛いという部分を優先する必要があることから、男性のダンスユニットのようなアクロバティックな動きをつけることができません。動きの幅を若干のマンネリ感を持って見ていた私にとっては、実はむしろ歓迎する要素ではあったのですが、大多数はそうではございませんでした。その荒れたコミュニティでとある動画のリンクが貼られます。それがラブライブのスノーハレーションです。 CG のキャラクターが踊っている、キャッチーな曲にすぐに引きつけられました。アニメを見始めたのはスーパースターからになります。今年の夏、
また甲子園で遅延して放送される回があるとは思いますが、非常に期待しているところでございます。私は今日までアイドルマスターを通じて様々なコンテンツ、趣味の幅を広げることができました。パンとサーカスと申しますが、決して実生活が充足されているとは言えない状況の中、これらのコンテンツはまるで暗闇を照らす光のように暮らしに潤いを与えていただきました。関わられたすべての皆様へ感謝いたします。ありがとうございました。 SOS 聞こえた、やっとあなたに聞こえた。純粋どっちのキャラクター同じなのかしら。ラビットが即座全開、気づいてこれは特別なミッション、わかった。本気見せちゃうよ、叶えちゃうから。空を突き抜けた Бить по подводной лодке надо без промаха, иначе она ответит. На маневрах, как на войне, за атакой сверху.微熱な気分はあなたのせいかも。 SOS。